さて、やるか。高杉、俺はお前が嫌いだ。昔も今もな。だが仲間だと思っている。昔も今もだ。いつからたがった、俺たちの道は。何を言ってやがる。確かに俺たちは始まりこそ同じ場所だったかもしれねえ。だがあの頃から俺たちは同じ場所など見ちゃいめえ。どいつもこいつも好き勝手、点でバラバラの方角を見て生きていたじゃねえか。カツラはかつての仲間である高杉の説得を試みていた。しかし高杉の意志は固く、話は平行線をたどる。そこに襲来する宇宙海賊春雨、高杉はアマントと手を組んでいたのだ。よーゼロ、どうしたその頭、失恋でもしたか。黙れイメチェンだ。武装したアマントに包囲されるギントキたち、万事休すと思われたが、タイロは俺たちが守る。行け。やったな。そんじゃ戦闘開始だ。ズラ、一気に仕留めるぞ。ズラじゃない、カツラだ。まずはこいつらを蹴散らすぞ。ギッときき上がる。このままだと神楽と新八が。行け銀時、ここは俺が食い止める。ぽっくりやられんじゃねえぞ。お前に言われなくても死にはしないさ。まだやることがあるのでな。
するぜ。めんどくせえな。全力でてめえをぶった切る。覚悟はいいな。こいつでどうだ。やはり上位獅子に入らんぜ。よし、もらったぜ。石頭ナンバーワンの座だけ誰にも譲れん。
これで終わりにするぜ。こっちは片がついたぜ。待ってろ、ズラ。なんとか間に合ったみてえだな。遅かったではないか。俺はよろずや銀ちゃんだ。覚悟はいいな。こいつどうだ。ちょいとでけえうんこ流してきたところよ。行くぞ。これで決着だ。なあ、行くぜ。すまないな、銀時。どうした？ずいぶんへばってるじゃねえか。そういうお前もずいぶん息が上がっているな。言ってくれるじゃねえか。こんなんじゃ俺には勝てねえぜ。一段落だな。ほら、置いていかねえよ。俺にしちゃ十分じゃねえの。あれが坂田銀時と桂小太郎。強い。切ってしようてもらいたいものだな。銀時。ああ、世のことというのはなかなか思い通りにはいかぬものだな。国どころか友一人変えることもままならんわ。お前は変わってくれるなよ。お前を切るのは骨がいりそうだ。まっぴらごめん、こうむる。ズラ、お前が変わったときは俺が真っ先に叩き切ってやる。高すぎ、そういうことだ。俺たちは次会ったときは仲間もクソも関係ねえ。全力で貴様をぶった切る。せいぜい街でばったり会わねえよ。気をつけるこった。こうして紅桜によって引き起こされた一連の事件は無事収束を迎えた。二蔵の振るう紅桜は銀時に破壊され、
遺蔵も消息不明。製造中だった他の紅桜も船の爆発により全て消失した。江戸を火の海に遷都する高杉の企ては未然に防がれたのであった。